最近、外房で盛り上がりつつあるライトタックルでヒラメを狙う、まあ、僕がもう本当におすすめするタックル、ライトゲーム試合法です。軽さと感度を兼ね備えている試合法のグリップ、それとタフテックのカーボンソリッド、感度がすごく高いので海底からの情報がすごく伝わりやすいです。スパイラル X を使っているんで、この細身で軽量、またこのヒラメにも負けないパワフルなロッドに仕上がってます。とこの長さがまたちょうどいいんですよ。その操作性、そういうのを考えると完全に1日攻めてられるタックルなんで、このライトゲーム試合法を使うと、今まで見え隠れしていたその海底の状況だったり、ヒラメのまあ前あたりだったり、その当たりの部分もそうですし、そういう部分が大げさに言うと丸見えで、なおかつヒラメをかけて合わせた瞬間にすごく重みがかかるんですけど、このロッドは竿が起きてくる。やっぱりそのスパイラル X を使ってるっていうところじゃないですかね。この外房ではヒラメ以外にもイサキやハナダイをライトゲームで楽しむことができますので、ぜひ皆さんもこのライトゲーム試合法を使って楽しんでみてはいかがでしょうか。